ニア諸君、君たちの噂は本当だった。噂のタワーオブドルアーガの続編は本物のロールプレイングゲームだ。構想期間3年、制作期間1年6ヶ月、ゲーム業界の常識を覆すそのゲームの名前はザ・リターン・オブ・イスター。近日発表。マニア待望のタワー・オブ・ドルアーガの続編は本物のロールプレイングゲーム、ザ・リターン・オブ・イスター。君だけのカイト・ギルを育て、君だけのパスワードを使い、君だけのゲームを楽しもう。パスワードを使えば全国どの機械でもゲームの続きができるぞ。マニアのためのマニアのゲーム、ザ・リターン・オブ・イスター。メモだけは忘れるな。イスター情報、今週から毎週毎週イスター情報をお送りします。カセットを用意してよく聞いてください。情報その1、カイとギルは育ちます。数多く戦ってどんどん呪文の数やバイタリティを増やそう。情報その2、せっかく強く育ってもパスワードを忘れたら水の泡。パスワードは必ずメモしよう。この情報はナムコのテレフォンサービスでもやってるよ。それでは健闘を祈る。イスター情報、さーて今週からは呪文のことをどんどん教えちゃいます。アタックの中で唯一のギルの呪文はヒートボディ。燃えた体はほとんど無敵。アシストのスリープはスライムを眠らせ動きを止めます。これは使えるぞ。ライトのアイデンティファイドアとディテクトキーを使えばドアと鍵の関係がよくわかるぞ。無駄な動きをなくそう。それでは健闘を祈る。イスター情報、みんなもうだいぶ進んだかな。まだバイタリティが少ないという人に教えよう。クオックスズラビリンスで宝を取ればギルのバイタリティは一気に400になります。あとはレッドナイトやブルーシールドを倒して経験値を稼ごう。ヒートボディや相手の呪文でバイタリティが減ってしまった時は慌てずに強かった時のパスワードでまた続けよう。それでは健闘を祈る。今度のナムコの新製品はサンダーセプター。3次元グラフィックのサンダーセプターは迫力満点。敵ファイターはブラスターボムとナパームボムで迎撃せよ。流星群やピュアは操縦テクニックでかわせ。パワーゲージがゼロになる前にハイパーウェイをクリアせよ。 3D スペースシューティングゲームサンダーセプター。今度のナムコの新製品は 3D サンダーセプター2。あのサンダーセプターが完全立体映像になって再び登場。コンピューター解析により完璧な3次元空間を再現。ねえねえ、コックピットに座った途端君は本物の宇宙空間を体験できるんだぜ。超3次元シミュレーションゲーム 3D サンダーセプター2。1968年ニューヨーク、秘密組織ゲルドラは密かに世界征服を狙っていた。囚われているレイラを救出しなければ彼らの陰謀は闇に葬られてしまう。私が行かなければ。私は彼女と同じ WCPO のメンバー、コードネームはアルバトロス、そして我々のチーム名はローリングサンダー。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。時は正治元年、平の景清を憎き頼朝に復讐せんがため地獄よりよみがえりたり。この度のナムコの新製品は源平討魔殿なり。むわっ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 。己よりとも我地獄よりよみがえりたり。諸国をめぐり魔物を倒し
剣の威力、命のろうそくを増やし、そして三種の神器を集め、目指すは鎌倉。我、頼朝を討つ。この度のナムコの新製品は源平討伐伝なり。今度のナムコの新製品はスーパースプリント、ジャンプ、バンク、ヘアピンカーブ、パッシングゲート、変化に富んだ8つのコース、3人同時プレイ可能。ゴールドレンチを拾えばさらにパワーアップ。コンピューターカーより早くゴールすればワンモアチャンス。超リアルな操作感覚、スーパースプリント。おっと、タッグチームプロレスリング新登場。実戦に迫るエキサイティングなゲーム展開。おっと出た、ブレンバスター、円錐切り決まるか、ウエスタンラリアート、サソリ固めなど数々の必殺技、そして場外乱闘など本物そのままの迫力。ファミリーコンピューター用カセット、タッグチームプロレスリング、ナムコットより絶賛発売中。河野くんのナムコット情報局その1、ファミリーコンピューター用カセット、タッグチームプロレスリング好評発売中。スピード、技、タッチワーク、本格的プロレスゲームの決定版、タッグチームプロレスリング。その2、ディグダグ2新発売。ドリルでプクプクポンで、あのディグダグがより強く面白くなって再登場。新テクニックは島崩しだぞ。昔、今とは別の世界、南太平洋の真ん中に72の小さな島があったそうじゃ。そこではプーカとファイガーが平和に暮らしておった。ところがある日突然ディグダグがやってきよって島を崩し始めた。さあ大変。ファミリーコンピューター用カセット、ディグダグ2、ナムコより新発売。あるよ、ミンミン姫が妖魔軍団にさらわれてしまった。あるね、あちょー、戦えジャッキー取り、パンチとミラクルキックで妖魔軍団を打ち破れ。ファミコン用カセット、スーパーチャイニーズ、ナムコットより新登場。あるよ、熱烈歓迎、3900円にて新発売。シェシェ。天空を突き抜ける伝説の塔バベル、時空を超えて現代によみがえる。果たして君は塔の謎を解き明かし、空中庭園にたどり着けるか。パズル&ミステリーアドベンチャー、ファミコン用カセット、バベルの塔、ナムコットより新発売。にごろにごろで3900円。今時代はまさにロールプレイング。時の鍵伝説、ワルキューレの冒険、不思議いっぱい、魔法がいっぱい、敵がいっぱい、アイテムいっぱい、秘密いっぱい、究極のアドベンチャー、ワルキューレの冒険、ファミコンで新登場。にごろにごろで3900円だぞと。ナムコットのゲームカセットが新しくなったぞ。その第1弾はなんとスーパーゼビウス、ガンプの謎だ。前作をしのぐ迫力、1メガビットのビッグメモリーにグレードアップ、パッケージも一新、光り輝くハードケース、そしてゴールドカセット。今再び人類とゼビウス軍の壮絶な戦いが始まる。戦えソルバルー。ナムコットファミコン用カセット、スーパーゼビウス、ガンプの謎、4900円で新発売。博士、スーパーゼビウスの極秘資料が手に入りました。なに、うん、すごい。君はついにアンドアジェネシスの中に入るのだ。1メガビットロム搭載、ファミコン用カセット、スーパーゼビウス、
ダンプの謎、ナムコットより4900円で新登場。僕、マッピーです。今日はマピコさんに会いにお城に行くんだ。でもね、大切なプレゼントをニャムコに取られてしまったんだよ。早く探し出さないと叱られちゃう。さあ大変、またしてもマッピーがニャムコを追いかけて8つの町を大冒険。ファミコン用カセットマッピーランドナムコットより3900円で新発売。全国3000万人のラジアメファンの皆さん、こんにちは。ここピッカリ球場にて白熱のリーグ戦が開幕しようとしています。ピッチャー手抜きの絵柄、キャッチャー山倉のサインに2度3度と大きくうなずかないで勝手に第1球投げた。デッドボールてな具合に勝手に遊ぶのもいいかもね。ファミコン用カセットプロ野球ファミリースタジアム3900円で新登場。人生はまさにメトロだ。ある時は障害物を飛び越えて、缶を踏みつぶし、落とし穴に気をつけて、スケートボードでスムーズに、そして大きくジャンプ。後ろへは引き下がれない時間との勝負だ。ファミコン用カセットメトロクロス、ナムコットより3900円で新発売。くよくよしてちゃいかんぜよの龍馬くんに続くナムコの情緒人形第2弾、頑固職人。ねえねえ、こっしゃエロくねえ。あー、来た来た来た、あの親父なや有名な横丁の頑固親父。何しろね、未だに100円を100円なんて言ったりするんだからね。あ、来ちゃったよ。よっとりょう、いいお天気ですね。ねえねえ、仕事しろい。エモーショナルエナジー頑固職人、2300円でナムコットより新登場。何しろうるさい、本当に。うちの棟梁はね、何かって言うと仕事仕事だろ。うん、あんなにうるさいね棟梁はいないよ。大丈夫だよ、もう少しここでサボってたって分かりゃしないよ。あの親父ね、だいたい100円をね100円なんて言うだろ。で、あの格好見てみろお前、腰に下げちゃって住みつぼなんか。え、何後ろに立ってる。あ、棟梁ねえ、仕事しろい。くよくよしてちゃいかんぜよの龍馬くんに続くナムコの情緒人形第2弾、頑固職人、2300円でナムコットより新登場。くよくよしてちゃいかんぜよの龍馬くんに続くナムコの情緒人形第2弾、頑固職人。ねえねえ、腰はエロくねえ。わかってますよ、棟梁。棟梁はね、本当に最後の生き残り、江戸っ子。よ、何しろですね、未だに100円を100円なんてのはね、棟梁ぐらいかいないですからね。ところで、さっきファミコンゲームのどうですか。ねえねえ、仕事しろい。エモーショナルエナジー頑固職人、2300円でナムコットより新登場。